まちゃんカルティビの先週とカイト陽さんです。何するんですか。カルテイビーの皆さんって服好きじゃないですか。結構、まあそうですね。で服企画もよくやるんですけど、これを1ヶ月に、おっ、ああはいあ、これ見て、ポップここなの、やばっ、かわいい。しかも銀銀銀銀白白、あー青春が帰っちゃうよじゃあ帰って服企画を月に1回やろうと思ってて、はい、例えば今回だったらもうすぐ3月なんで、はい、3月のみんなのおすすめをドーンって紹介する企画を毎月定番にしてやっていったらどうかなと思うんですけど。春雑誌ですね。そうだね、雑誌みたいなね。カル、どうします名前。月刊カル。月刊カル。月刊カルチャーとかにすごいうおうまいこと言ってしまった第1回目ってことですか今回。そうです、毎月毎月ブランド変えていこうかなと思ってて、今月は何がいいですか。自由してる、だから自由以外。じゃあルイ・ヴィトン。あれはちょっと困っちゃうかな。グッチバレンシアガちょっとカルティビー困っちゃいます。それは雑誌で紹介してもみんな買えないし。マジできる方がいいですよ。うん、まあ無難なとこから攻めます。じゃあいいんじゃない、自由行ったから、まあ似たような感じでユニクロでいいんじゃない。おうおうおう。でこれからは、まあ、聞いたりして、もしかしたら視聴者さんとかにね、どんな次何でやってくださいみたいな。そう、あ確かに、あとザラとかエイジアンネームとかあの辺か。うん、そうだね。リーゴー、うんうん、リーゴー、マサピンズとかレイジーブルーとか。あー確かに、うん、今回はユニクロにする。オッケー、ってことでユニクロに行ってみましょう。はい、ということで帰ってきました。おいしょ。2点買ってきた。ちゃんと2点よ。3月2日おすすめっすよね。うん、誰から行きますか。じゃんけんで負けた人から行って。最初はグー、じゃんけんぽい。俺からだ。よいしょ。じゃあ青春のコーデを先に行きたいと思います。カル TV。 はい、ということで僕が買ってきたやつはまずこちらのね、ディズニーストーリーズスウェットシャツになります。こちらかわいい。なんかあの絵がシンプルで、うん、ミッキーがこれ1枚でも全然着れそう普通に。うん、ね、まあ3月なんで意外にちょっと暑いぐらいのやついけるかなと思って、まあ、これはまあ部屋着にも使えるんで、ちょっと自分はこれを着たいなと思って、これと、まあ、2点ってなったんで別々にしようかなって思ったんですけど、自分的にいいなって思うのがあんまり少なくて、だから逆に合わせちゃおうと思って2点だったら、はい、と思って、これオーバーサイズクルーネックベスト、はい、こうやつなんで、これにこれを合わせ今回は着たいなと思いました。もうかわいい。まあ値段的には両方とも1990円、だからまあ2000ちょいなんで、まあいい値段だと思います。これだけで確かにこんな感じになっております。次カル TV。 私ヨキカラオケで会社員ということでですね、これを見てるギリギリ会社員の皆様、なかなかいないで僕と同類のギリギリ会社員の皆様とかね、参考になればいいかなと思います。まずズビン、ファインクロスストレッチスリムブロードシャツでございます。ででん、あ、あれね、あれでしょ、ブロードシャツですよ。ブロードシャツですね。ブロード、まあ、縫い方がブロードっていうね、そうね、ストレッチですよね。ブロードって垂直にこうね、縦横でブロードを編んでくれてるんで、結構あの光りづらいので普通に使えるっていう。ポリウレタンですよ。やつです。綿90。僕は S サイズです。こちらがですね2990円でございます。2990円。会社員の味方よ。ともう一個が、僕もね皆さんにもう一回言わせていただきますけど、ギリギリ会社員なもんでですね、ギリギリ。もう一個がこちらですね。わー、もうなんかいや、僕と同じね、ギリギリ会社員の皆様に向けて僕がおすすめしたい商品でございますから。感動パンツウルトラライトウールライクでございます。感動するんですか。あ、感動パンツね。これね、感動するらしい。ええー、こちらがですね3990円プラス税でございます。多分ね、これね、上もあった、ジャケットもあった。あ、めっちゃ軽いで。軽っ。え、マジ軽い。え、感動した。感動は言い方が。じゃあこれ履かなきゃ。でも一回持ってみる。軽い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 。一切感動しません。こちら2点でございます。イエーイ。カル TV。 はい、僕はですね、まあ3月ってまあまあまあ普通に暖かくなってくるじゃないですか。だから僕は暑がりなんで、これね、それ上にな、変わるものでいいかなって、ね、あれこないだもこんなん買ってなかった。え、買ってないっすよ。え、でもちょっと濃いめっす、これは。確かに濃いめだ。だからきっちりしないと着れる、まだ。はい、これね。で、これがデニムジャケットですね。3990円となります。かわいい。きっちり着てください。かわいい。見せなきゃいけないのに手でクロスして全然で、次がですね、シュン君が着てそうな服ですね。撮ろうと思って、絵画撮ったかやめようと思って
この白のボッシュジャージワークジャケットです。2,990円、安いですね。下もなかった？下もありました。下もあったんで、なんかセットアップでも着れるかなと思います。まあこれもなんか春着れるんじゃないかなと思いますね。うん、色も春っぽい。はい、ちょっと爽やかに行きたい時とか、きっちり行きたい時とか、いいんじゃないかなと思います。僕あの服装いつもパーカー1枚とかばっかなんで、ちょっとずつ大人になっていこうかなと思って、きっちりめの服を2点選びました。へえ、切ろうか。よし、カルティービー。はい、ということでこんな感じに着てみました。まあズボンとかは自分のなんですけど、うん、まあ、ゆくさんくらいですね。ただベルト下変わってんの。成人式、結婚式の二次会。そうかな、時間さっきベルト間違えたみたいな。いやいや、なんか言ったじゃん、あれで会社員の皆様にお届けしてるから、こういう日もあるよねっていう、いつもの瞬間。うん、歌うえばとりあえずこれです。今から魔法を見せます。トゥ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 パーン。うわじゃーん。なんかかっこいいやつやったんやけど、こっち絵画っぽいね、やっぱり絵画っぽい、見慣れてるわ。時と場合にもピチッと締めてもいいっす。こうかっこいい、この色の感動した。これマジで男性諸君買った方がいいと思う。いえ、感動する。自分は3月だと暖かくなってくるんで、まあこれに黒のスキニーでもいいと思いますし、まあ色変えてもいいし、まあ中がこれ自分はな、部屋着とかでも着たいなと思ったんでこれにしただけなんで、これが普通にシャツだったりとか特にすればまた雰囲気変わると思うので、これ中に着る。あ、それはいいや。ぜひぜひ試してみてください。まあ僕はですね、上に羽織って少しなんかきっちりめにこれともう一つのやつを買いました。これはいつも通り。あ、これいつも通り。なんかどっちかというと中かな。ぜひ真似してみてください。宗教団体の CM みたいな。はい、そうですね。まだ真似してみてくださいね。ぜひ真似中学手行こう。手大事。角度見てよ。何してんの。まあサイズの方は自分全部 L サイズ、 L サイズなんで、自分が175ぐらいあって、服も大きめの方が好きなんで、きっちりよりは。でもこんな感じに見えるんで、むしろちょっと大きいサイズ買った方が見栄えはいいと思うので、うん、大きいサイズ買ってみてください。僕はまあ175センチぐらいあるんですけども、はい、僕もしゅんくんとかよきさんにあの服着てたら大きめの方がいいですって言われたんで、どっちも僕も L にしました。大きめに着てください。僕も183.2センチあるんですけど、一番ちっちゃいだろ。感動パンツさん、ウエスト73のレングス73でした。これが、S のスリムフィットバージョンです。どうしますか、粉みかんだってことね。ずんぐりしてないから。これを機にですね、カルティビ、月刊カルチャー、毎月23日発売でやっていこうと思ってますので、そちらで結構ね、細かいことは書いてるんで、ぜひお手に取って。日常のね、僕たちの生活感だったり、日常生活だったり、プライベートのこともぎっしり書いてるんで、ぜひ皆さん読んでいただけたら嬉しいなと思います。お願いします。ということで、この動画はこれで終わりたいと思います。せーの、 See you later! バイバイ。だ、自分に使えそうなやつを買えばいい。そうそう、2人で5000円ずつなんですけど、それで5分間ちょっとすみません、なんかリップなんですけど。あ、じゃあこれにします。はい、すみません。セーフ